まあ、ぼちぼち、はい、いいとこ来てると思います。そうですね、まあ、ツアーの方の時もあんまりテストができなくて、まあ、ウィークもあんまり、まあ、トラブルも出たりあんまり良くなかったんですけど、まあ、6月の最初の8体のテストからだいぶ、まあ、フィーリングが良くてタイムもそこそこは出るんですけど、まあ、もうちょっとなんであと一発タイム1秒ぐらい上げたいんですけど、そこがなかなか出なくて、まあ、そこだけはちょっと悩んでますけど、それ以外は順調です。去年もトラブルがあったんで、まあ、今回はまあそういうのがないように、あとは去年よりもいいアベレージで走れるように頑張れば、まあ、また去年よりもいい結果が残せるんじゃないかなとは思ってます。やっぱり表彰台は立ちたいですね。やっぱ表彰台を目標にレース進めていければなと思ってます。チームのまあ予算的な部分なんですけど、8体終わって地元のオートポリス と最後の鈴鹿は出る予定で今進めてくれてるみたいなんですけど、ただオートポリスに関してはまだはっきり分かんないので、鈴鹿は出るんですけど、はい、そんな感じです。